オルナンの埋葬は、ギュスターブ・クールベが1849年から1850年にかけて制作した油彩画であり、19世紀のフランス美術にとって大きな転換点となった作品の一つ。この作品は、1848年9月に画家の故郷である小さな町オルナンで彼の大王子が埋葬された時の様子を記録したものである。本作は、 普通の田舎の葬儀の様子を生々しく写実主義的に扱っており、50人ほどの人物が伝統的には英雄の場面や宗教的場面が描かれる歴史画のような巨大な画面に描かれている。1850年から1851年にかけてのサロンドパリに出品された本作は爆発的な反応を生み出しクールベはたちまち時の人となった。 本作は現在、フランス、パリのオルセイ美術館で展示されている。サロンでは、クールベの作品、石割妊婦、市場から戻ったフラジェの農民と共に、オルナンの埋葬が大評判となった。本作では、実際に葬儀に出席した人々がモデルとして、用いられていた。それまで、モデルたちは、歴史的物語を演じる俳優として使われてきたが、 本作についてクールベは、埋葬に立ち会った当人たちを描いた、街中のみんなをだと述べた。その結果は、オルナンにおけるこうした人々の姿、その生活の写実的表現となった。賞賛と激烈な非難の両論を批評家たちからの民衆からも、受けた本作は、縦10フィート、横22フィートの巨大な作品である。美術史家、サラ・ファウンスによれば、パリでは、 埋葬は、まるで優雅な宴会に汚れた長靴で入ってくるような、歴史画の偉大な伝統に乱入する作品だと判断されたが、この伝統の立場からすれば、もちろんこのような作品はそれまで欠けていた部分を、あらわにするものであったという。また本作には、風俗画に求められていた感傷的な、周知的表現は欠落している。クールベの描く三列者たちは、 悲しみを劇場のような表現の身振りに出していないし、彼らの表情は後期に描かれるわけでもなく、むしろギガ的に見える。批評家たちはクールベが意図して醜さを追求したと非難した。最終的に民衆はこの新しい写実的アプローチに、ますます関心を寄せるようになり、ロマン主義的な豪華で、大敗的なファンタジーは人気を失っていった。画家本人は、 本作の重要性をよく認識していた。クールベはオルナンの埋葬は実際のところロマン主義の埋葬であったと述べた。本作はまた17世紀以来フランス美術を支配していたジャンルのヒエラルキーの埋葬であったとも言えるだろう。1848年革命の直後であった制作当時、 熱烈な共和主義者であったクールベは、無名の田舎の人物の死が、歴史画として成立するという主張を込めて、本作を描いた。しかし後に、クールベの政治的見解は変化し、1873年には、彼は本作についての評価を変えて、何の価値もないと述べた。オルナンの埋葬は1850年のサロンで、発表されたが、どこにでもあるような、 実話をこれほど真剣に取り上げた。この対策は、批評家たちの怒りを買った。このようなパノラマ形式は、それまで、もっぱら、大規模な歴史的、神話的、または、宗教的な場面を描くためのものとされていた。ジャンルのヒエラルキーに対して本作が提起した疑問は、批評家に衝撃を与えた。ほとんどの批評家たちにとって、クールベの絵画は、 社会主義芸術に似たものと受け止められた。反応は暴力的なものだった。これほどひどく人物たちを描くことが可能なのか。と、オノレドーミエは、作中の街の人々の描写について述べた。批評家たちは、描かれた人物を、嫌悪感を呼び、笑いを引き起こす卑劣なギガと表現した。例えば、デューペーは、クールベを、醜い、見苦しいもの 私たちの見苦しく奇妙な衣装のすべての細部に向けられた愛が大真面目に取られていると非難した。ポールマンツは埋葬は近代史の中で写実主義のヘラクレスの柱になるだろうと断言した。本作は非難の声が広まったため、1855年の万国博覧会での展示が拒まれた。そこでクールベは資金を調達してモンテーニュ通りの向かい側に、 自分のパビリオンを設け、写実主義を主張する彼の絵画の40点を展示したのであった。ありがとうございます。